ワンニャン時空伝見たよ。なんつうかもうほんとね <laughs>、最後な感じするよね。のぶよドラの最後。いやー、いい映画だと思うよ、うん。いい映画だと思うよ。じゃあちょっと一から、一から話していくか。まずね、一つね、なんか最後だなと思ったのがね、オープニングの始まるところが伸びたく で始まるわけよそこがなんかあのなんかもう最後だなって感じでいつもドラえもんで始まってたわけなんだけどさまあたまになんかジャイアントスネ夫が言ってたりするけど宇宙漂流機でまあでもで今回はのび太くんで始まったからさまあなんかすごいよねっていうところがで今回ねアニメーションがすごいねめちゃくちゃいやまあでも前作から動いてたんだけどいやでも前作ほどねなんか動く前作ほどさなんかこう いわゆるなんか奥行きが感じるようなアニメーションじゃなくてさ、あの、しっとりとした感じなんだけどさ、でもね、一つ言わせてもらうとね、ドラえもんの表情がね、だいぶわさドラ風になってたんだよね。めちゃくちゃなんか顔芸するんだよ。でも俺はね、顔芸が悪いっていうわけじゃないんだよ。あの、顔芸はね、俺好きなんだよ。そもそもあの、いわゆるなんか F 先生の書くね、ドラえもんはさ、ドラえもんはね、結構顔芸が多いんだよね、顔芸が。 だからさ、でもね、信代ドラ、あまり顔芸しなかったところはすげえ気になってるわけよね。もう今回はね、だいぶなんか顔芸してくれてね。なんだろうね、まあなんか満たされる。俺は顔芸肯定派だから。で、他にというとね、ねじれゾーンでさ、静かちゃんが成長するんだけどさ、すげえおっぱいでかくなってんだよね。なんお前そんな <laughs>、そんな母音になるのみたいな静かちゃん。<laughs> すげえ母音、パッツンパッツンになってたね、もうなんか。 の、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 もうなんか最後になんか静香ちゃんが成長するとおっぱいでかくなるんですよっていうところをね、なんかスタッフが教えてて、そもそもさ、あの、おっぱいのか、おっぱいでいうとさ、静香ちゃん今回ね、すげえね、なんか、もうおっぱいに影ができてたわけよ、もう。完全にね、なんか胸膨らんでたなんだろうな、なんかこう、かん、あの、いわゆるなんか普通に、あの、なんかこう、なんかこう、 なんだかカッコカッコみたいなかおっぱいじゃなくてさ、<laughs> あの大、大、大カッコ小カッコみたいな感じでさ、じゃないんだよね。もうなんかこう、こう、スラーってこう,こう、おっぱいのなんだろう、膨らみみたいなこと,ことを影で、影とか線とかでさ、描写してたんで。何そんなに静香ちゃんのおっぱいの描写をこだわってんだ、この映画って思わ,思わなくもなかったね。<laughs> 今回さ、まあ、じゃ、まあ、作画はそんな辺にしとくけどさ、また進化対価光線銃で話をね、<laughs> あの、なんだろうね、位置をさ、進化対価光線銃でピカーってやってさ、<laughs> 進化させて、また、またこいつ進化させてる、進化対価光線銃をさ、相当やばい道具だよね。<laughs> それで話を進ませんじゃねえよ、さ、それで話を転がすんじゃねえよって、蘇生日記といいさ。 <laughs> そういうところがあるよね。でも今回さ、なんか、あの、いわゆるなんか3億年前に戻ってさ、あの、いわゆるなんか恐竜が出てくる前にさ、犬猫をさ、送って、そこでなんか、進化こ、対価光線銃でって、なんか、翼の勇者たちみたいな。でさ、なんかこう、一応進化させてさ、 そしてその光線銃を置いちゃ、置いていった、置いていっちゃったせいさ、二人、なんかさ、勝手に進化してさ、なんか、すごい発展を遂げるみたいな。でさ、あの、なんか、ど恐竜がいない3億円年前に戻ろうみたいなこと言ってたけどさ、よくもまあ3億年前に恐竜がいないこと分かったな、って思ったよ。あの、伸 <laughs> びたに対して。もうそこの時点で俺れる賢いよね、ノびタ <laughs> まったく。だ ええー、もう、なんだな。タイムパトロール隊が来ないのはあれなのかね。あの、いわゆる3億年前にさ、進化してさ、結局、隕石で滅ぶからさ、あの、いわゆる時空的にはなんか、なんら関係がないみたいなことが起きちゃったから、あの、タイムパトロール隊も発見できなかったのかなって。まるでちょっと今最近さ、あの、マーベルドラマのロキを見てんだけどさ、それみたいだなって思った。ロキもさ、あの、いわゆる大災害に起きる前にさ、 あの、い、タイムあの、トラベラーしちゃえばさ、なんか、そこでなんか、あの、時空的なことをしてもさ、あの、だから大災害がなかったことにしてくれるから、時間、時間的には特になんか、そこは起き、起きないよ、みたいなこと。また、ね、ワンニャン時空でもそんな感じなのかな。っ <laughs> って思ったよね。<laughs> でさ、まあ、 話としてはまあいいんじゃないの普通に。普通に面白いと思うよ。まあなんか。ほんと、やっぱ動物物にはちょっと弱いところがあるからさ。あの、アニマルプラネットであー,ーは言ったけどさ、アニマルプラネットあいつらはね、動物じゃねえのよ。ただ動物の形したし人間なわけ。でも今回はさ、1はさ、完全に動物なわけよ。 動物からあの、進化してさ、行ったわけで、まあ、中身としては動物なわけ。そんな位置がさ、こう、伸びたに対してさ、好き好きアピールされるとね、もう、なんつうか、弱いのよ、俺は。<laughs> 弱いのよ、なんか、そういうところ見せられると。<laughs> だからまあ、そんな無限にはできないよね、っていうところではあるんだよね。で、で、なんか途中からさ、なんかこう、夢日和が何回も流れるわけ。でも、俺、夢日和、んかすげえ聞いたことあるんで、 てん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 みたいな話を、あの、メロディすげえ聞いたことあるなと思ったらさ、あの、あれなんだよね。あの、お、あの、テレビバージョンでもね、エンディングで流れてたらしいんだよね。それ聞いたことあるわってなったんだけど、全然覚えてなかった。け、テレビは俺としてはね、俺ちゃんとわサドラのがね、あの、こ。 声変わりしたところまでちゃんと俺、ちゃんと見届けたからさ、いわゆるなんか、オープニングでてちゃんと俺はなんかあの、 え、ね、くっといいな、みたいな、こう、踊りながら、あの、オープニング流れるところとかさ、ナマズのヒゲはグルーメっていうところもちゃんと、俺は見届けたのよね。で、ちゃんとハグしちゃおう、ハグしちゃおう、大人の子、大人子子も子供ハグしちゃおうっていうところもちゃんと俺は見届けたのよ。ちゃんと俺はそういうところも見たわけよ。でもね、あの、そこら辺のインパクトが強すぎてさ、あの、金の シンバル、ドゥン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 っていうところ全然覚えてなかったんだけど。で,でも、すげえこの曲聴いたことあるっていうところになっちゃってさ。<laughs> まあなっちゃったね、そういうところ。まあ進んでいって、まあなんだろうね。今回ね。 今回ね、なんだろうね、のび、今回伸びたの映画だね、今回。伸びた。伸びたとね、一の映画でさ。あと、うん、の他は、まあ、ドラえもんもまた、んん目立ってたね。だ、なんちゃ猫じゃらとね、あのー、戦ったりとかし、1対一で戦ったりとかしてたしまあ、でもそれ以外はあんまり目立ってなかったね、正直な話。<laughs> まあ、静香ちゃんはなんかこう、セクシーさでアピールしてたけど。じゃ、ジャイ、でもジャジャイアントそれを目立ってなかったかというとそうでもないんだよね。いわゆるなんか、いつも通りな感じでやってた、頑張ってたよ。そ、そんだけ。そんだけ。はあ、まあ、まあでも、まあ、楽しくないわけじゃないよ。まあ <laughs>。 ほんと、進化体育構線獣がまたかよっていうところはあるけど、連続で見ていった <laughs>。まあでも動物ものだから、弱いだよな。で、最後にさ、静香ちゃんがさ、世代交代の話を長々するわけだけど,だけどさ、それってのぶ、のぶよドラが最後だから言ってるのかなってちょっと思ったりもし、 したんだよね。だってさ、最後だもんだって、だって、生きて死んでとか、なんか、世代交代していくみたいな、そうやってなんか紡いでいくのよみたいなこと、長々となんかさ、尺、尺を使ってさ、静かちゃんが言ってたらさ、なんかもう、これが信代ドラ最後なんだなって、俺も思ったわけよ。もうこれでもう信代ドラ終わりなんだよね。全部見切ったわけよ。伸びたの恐竜から、全部。 ワャ年時空伝まで。もうこれで信与ドラー終わり。もうない。もうすべてない。もう、いくら探してももうないわけよ。信与ドラーの映画は。そう、そうなっちゃうよね。バイバイ。信与ドラー。